皆さん、こんにちは。歴戦せんに講師の根本です。えー、これより全科目、択一科後コンプリート講座、えー、商業計法の第1回目、えー、前半の講義、始めてまいります。レジュメの方、1ページを見てやってください。1番の講義の進め方は、えー、他の科目と同じです。えー、ただ、ちょっと2点ほど注意しておいてほしいのが、えっ、ー、と、2番の前、3行を見てください。えー、講義の進行予定。えっ、ー、と、合格ゾーンの順番通りだと、ちょっと効率がすごい悪い。えー、とか、昔悪かったんですよ。 そのためちょっと効率よくやるためにちょっとここに載ってる順番でやっていきますで具体的なあの進行については末尾、えー、レジュメの末尾の方一番最後のページの方に目次がありますどの回にどこを触れているかが分かりますので、えー、それに従って講義の方は聞いていてくださいでその後三3番ですが復習のところなんですが、えっと、講義で指摘してない過去問の解く範囲なんですがちょっと、えー、微妙にいろいろ違います えっと上の方を見ると、格論の株式有限持ち分、ここは18年以降。一方、それ以外の格論でも、外国会社と個人承認、えっと、あ、これ、外国会社、外国会社については、こちらは平成以降。あとは、商業ときの格論、これについては、えっと、格論の一般社団法人に関しては、えこちら22年以降え。このようにちょっと年度を分けてください。 えこれはあの過去問の,あの出方が全然違ってくるという点がありますので、ちょっとこれに従ってやっていってください。あ一番下、総論か。総論のところは平成以降解くようにしていってください。では、え本日は株式会社の設立から見ていきます。体系番号 10A の8。年度番号が19年29問です。 設立ステップ1全部やってみてくださいどうぞ レジュメ2ページの方をお願いします。え冒頭に設立値における可能数の決定可能数はどうやって決めるかと上から見ますとまず決めるタイミングとしては原子定款で決めなくていい設立登記をえ出すギリギリで決めればいいですよと。どんだけ株を買われるか分かんないから株が買われる数が分かってから可能数を決めればいいよと。 じゃあどう決めるかっていうと、発起設立はもともと定款を発起人全員で作っているから、発起人全員の同意で変える。一方、募集設立については、全員の同意で作ったんだから全員の同意。でもあるんだけど、一定の時期からは、創立総会決議じゃないと変えることができなくなります。次の注意書きおよび時系列を見てください。 利害、一般投資家は利害を持つ払い込み金子のタイミングからは投資家を絡めて創立総会決議じないと変えられないと。すると今回の足の絵は誤りになります。全員の同意とは断言できません。一定の時期からは創立総会で変えなきゃいけないので誤りとなります。では次ですが。 これが足のお絡みです。ちょっと問題読んでみてください。募集株式発行では資本金をどう計算するかっていうと、入ってきた金銭で引くことの費用なんですが、費用は当分0円となっています。あと、ごめんなさい、飛ばしました。現物資との値段を足す。 で、かけることの株式発行割合。新株はの割合をかけます。今回、1500分の1200。これが新株です。で、3匹ことの自己株で損した分を引くことになります。はい。で、どれだけ損するかっていうと、 え、これ、自己株自体を8万で買っています。それを今回5万でしか売れなくなっています。帳簿価額というのは自己株を取得した時の値段です。ここね。で、それを今回5万で出そうとしているわけ。8万で売え買ったものを5万で売るんだから、3万損します。で、それが300株あるわけです。これを計算すると、結局のところ、 こちら、1500×5×1500 分の1200。結局、5万 ×1200 を押して、6000。引くことの、3万 ×300 だから900を押して、5100という数字になります。これが増資時における資本金の計算です。で、この計算式なんですが、当期間には添付書類からわからない数字があります。それが、 この三つなんです。この三つは、当期間が添付書類から判断ができません。そのため、この数字を教えてあげるために、添付書類を付けるわけです。それが資本金の額が、会社及び計算規則の規定に従って、計上したことを証する書面になります。ページ、三ページ見てやってください。 ということで、これをつけることになるんですが、ただ、いらなくなる場合があります。それが、節立で、現金出資の、だけの場合なんです。というのは、節立ということは、自己株がないので、計算式は単純化できます。なおかつ、もし、現物出資がなければ、計算式はさらに単純化して、 払い込むゆけた金銭の額だけになるんです。この数字は添付書類の払い込みがあったことを称する書面でわかります。登記官にわからない数字が別途起きないので、金銭だけなら立証がいらないという結論になるんです。 足の尾はどうでしょう足の尾は、これ現物出資がありますよね。ですから現物出資があるので、このツになる条件をクリアしません。したがって添付しなければならない、丸足となるわけです。 レジメの方を3ページ続けてください。で、3ページの方ですが、次の図表です。発起人と設立値〇〇の業務範囲というところです。基本的に発起人が設立手続きのすべてを行い、取締役はほとんどと言っているほど仕事をしません。取締役が仕事をする場面はすごい少ないんですよ。 これはもう覚えてしまった方がいいです。丸一番、これはいわゆる設立調査です。丸二番、登記申請です。で、丸三番は、えー、大取りの選定、委員、執行役、代表執行役の選定、選任などです。ここまでしか取締役の仕事はありません。そのため、 うの足。うの足は、取締役のお仕事ではないことになるので、誤り足となるわけです。レジュメは4ページに行ってください。 4ページの方ですが「設立務の手続き」と載ってまして一番上の、えー、と表の中の例外の部分「税の関与を要するもの」というところの番号でいうと「2番」および「7番」これが次の図表に載っています。何かというと物事はほとんど発筋が決めるんですが発筋の過半数で物事を決めるのは原則だよと。 過半数で決められないものが下に載っているよと。で、その中の特に重要な2と7に関してはもう一個図表を分けてますよと。じゃあ、それを見ていきましょう。この表ですが、左側は、発起人が株を買うときの条件。発起人が株を買うときの条件が左です。具体的に言えば、数と、ダクと、資本金は、 定款か税の同意で決めなさい。としているんです。数と額と資本金は、定款か税の同意で決めなさいと。とはい。すると、足の意を見てほしいんですが、足の意は数なので、定款で決めなければ税の同意で決めることになりますので、税の同意をしたことを証する書面がいる。 丸となるわけです。えぜひこの数、額、資本金は定款が税の同意。このように覚えてください。ちなみに右側が一般投資家の発行条件です。数と額と払い込み期日は税の同意で決めるとなっております。最後になりますが、足の「あ」。 検査役は省略できる基準ですが、10分の1なんて基準は設立時にありません。では次に行きましょう。体系番号は 10A の7、10A の7。年度番号が18年30と 10A12。 10A12 年度番号24年の28、えー、まとめてやってみてください。どうぞ。 レジュメは5ページの方を見てください。一番上に載っているのは、設立調査というものです。えー、発起人が作ったものについて取締役はチェックをします。で、どんなことをチェックするのか。で、どういう時にどこに報告するのかがまとまっています。設立調査内容、発起設立の方だけ見ていきます。 丸一丸二これはぶっちゃけ言えば、え、こちら、現物出資があったけど、検査役が入らなかったと。検査役が入らなかったんだけど、その分は取締役がチェックするよと。一方、三、出身履行が終わっているよ。四、法令定款違反がないよと。こういうことを取締役がチェックするんです。で、チェックは絶対行うんですが、 添付書類で添付するかどうかは話は別です。その下に表があります。例えば一番左。定款に変態設立事故の記載がない。この場合って、取締役の調査事項は、この上の1234に合わせると、変態設立事項ないから、3と4だけなんです。 また、右見ると、定価に変態設立事項の記載があって、検査役が呼ばれたんであれば、1にはチェックしませんので、これも、3と4だけチェックです。一方、真ん中。変態設立事項はあったんだけど、検査役は選ばれなかった。省略できた。 この時は1,2,3,4全部をチェックします。立証を要求しているのはこの真ん中だけなんです。取締役関西区の設立調査所がいるのは定款に変化の記載があって、なおかつ、検査官が選任されなかった全部をチェックするときだけ添付書類として要求することにしています。これで足の位。 冒頭のところで切れないでしょうか。定款に現物出資や財産意識の記載があるか否かに関わらず、関わらずじゃないからね。では次の図表に行きましょう。設立役員等の選任。 えー、北京設立は、えー、こちら、北京だけは株主になります。なので、えー、この北京で、えー、役員を決めるんですが、その決め方は、普通決議の名残があります。普通決議は、過半数出席、過半数の賛成と。この過半数の賛成というのが残ってきて、議決権の過半数という数字になっています。 一方、下段、丸に。定款でズバリ決めるということもできます。この場合は、過半数どころか、全員の OK がありますので、も、え、議決権は楽々クリアです。今回のうの足。ですが、問題部には定款の記載がないことが前提になってますので、議決権の過半数の一致があったことを知する指紋を添付しなければならないで、丸となるわけです。 レジュメそのまま足のあの考え方っていうのを見てください。で、これはかなり応用を聞きますので、ぜひ押さえておいてください。申請会社と別会社の書類が必要になると。この場合っていうのは、別会社の書類は基本的に添付しないと思ってください。申請会社の別のものは。例外。右の言うにね、条文の規定があれば別。例えば右の80条の5号とか、 6号とか7号みたいに条文の規定があえてあればそれは付けなきゃいけないんです。ですがそういうのがなければ別会社の処理はいらないと思ってください。では、まあ、条文を覚えるのはさすがに無理だと思うんでね演習をしっかりやっていけばねあ、これ別会社に付けたことなんか絶対ないなって分かればあ、これ付けないぞっていうふうに現場で判断できると思うんです。 今回のあの足なんかはまさにそういう切り方になります。はい。で、残った足を見ていきます。えっと、足の絵。足の絵ですが、こういった五分の一基本の五分の一という基,基準はありません。 足のお。これは適法な変更になっています。なんで、総理総会の決議は、別途いりません。24年の問題を見に行きます。足のあ。え、こちらですが、金銭の額は、全員の同意かもしくは定款で決めます。ですから、定款を添付しなければならないと言われれば罰です。全員の同意でもいいからです。 で足のい別会社の定款これつけるという根拠はありませんから添付することはありません足の「う」基本的に発見で物事を決める時は過半数の決議ですこの「う」は全員の同意で決めるというルールはないので原則通り過半数で行います足の「え」 変態設立事故の記載がない。つまり現物出資がないんですよね。ってことは現物出資がないってことは、チェック事項は3と4だけなんですから、立証はいらないと。足の尾関西役の選任は、議決権の過半数でいけます。全員の同意。そこまでは要求していません。 では次に行きましょう。体系番号は 10A の13。年度番号が25年29問です。やってみてください。どうぞ。 レジュメの方は6ページの方をお願いします。え、こちらですが、払い込み、えっ、ー、と、比較しております。株式の募集設立、発起設立、募集株式発行と合同の設立で比較をしています。一番上、払い込み期間に払う必要があるのかと。えー、となると、これは合同以外は、 え、払い込み期間に払う必要があります。一方、合同の場合は、いくら払ったかどうかというのは、あまり、え、証拠に残す必要はありません。払ったものによって、得られる権利の大きさは変わんないからです。え、株式の場合は、払った金額によって、得られる株式は違いますので、ちゃんと後に残すことを要求しています。次、保管証明がいるかというと、保管証明がいるのは、会社がまだなく、なおかつ一般投資家がいる、 募集設立だけ要求します。それ以外の方では要求しません。そのため立証書面としては、募集設立は保管証明書なんですが、それ以外のものについては、払い込みがあったことを証する書面、払い込みはかつてあったという立証でいいですよとしています。具体的には、払い込みがあったというのは何で立証すればいいのと、 それが次の注意書きです。払い込みがあったことを称する書面の具体的内容というところを見てください。丸一はどうでもいいです。特に丸二を意識してください。合徹書面となっています。丸二の特に一、特に後ろの8文字ぐらい。預金通帳の写し。表紙と該当ページをコピーする。 プラス、丸二番、しっかりあじめにくみて。大取代表執行役の証明書。大取代表執行役が、払い込まれてますよ、と一筆書く、プラス、預金通帳の写しをつけると。払い込まれてますという証明書、プラス、預金通帳の写しのコピー。そのように考えてください。これは、 発起の場合、認められているルールです。足の「あ」。募集の方は、保管証明書をつけなきゃいけませんから、足の「あ」、丸足となります。で、ちょっと一旦話せます。え、その後、6ページ。レジュメの損した。認証前に設立手続きをこうえしていた場合と。 基本的にはありだと思ってください。認証前に設立手続きを行っていても、まあ問題ないと思ってください。いろんな洗礼がありますがね、え実際言わんとすることはそれだと思ってください。今回の意もまさにそうになります。認証日より前の入金だけどいいんですかと,と言ったら、まあ別にそれはそれでいいですよ。と。 7ページ見てまいります。合徹書面え。先ほど言ったように、預金通じのコピーの前に大統領が一筆書いて、預金通じのコピーをつけるというものですが、いろんな論点があります。冒頭から見ると、預金口座の名義、誰の名義の口座の必要があるの 原則1番、発起人。2番、設立取締役となっていますが、これは注意書き見てほしいんですけどね。委任があれば、大取りでもいいと。まあ、結局、発起人がもらったお金も、結局その後大取りが運用していくわけです。だから、まあ、その大取りが持っておくべきなんですが、えっと、初め発起人でその後大取りに振り込ませるとなると、 やっぱり手間と暇。手間暇が相当かかっちゃいます。というところで、これいきなり大取名義に振り込ませてもいいですよと。ただ、これあくまでも発起人名義に振り込むのが基本なので、やりたければ委任を委任してもらわないとダメですよと。ということで、今回のうの足、誤りとなるわけです。 か残高証明というのは今の金額だけ分かる証明書今の金額だけ分かる証明書これでは NG です横全部読んでやってください払い込みの 内訳が1000万ちゃんとあるこれをちゃんと立証してほしいんです。というのがあのこれ用に口座を作ってれまたまあ分かるんですけどね個人が発起人が自分で使っている口座本当にプライベートで使っている口座そこを振込口座にしたような場合です。トータルで200万って書いてあってもそれが発起人が今まで個人で持っていた200万なのか 振り込まれて入ってきた200万なのかが分かりません。だからイメージとしては、預金通帳のコピーを取ってもらって、そこにね、個人的に使ったものを全部除いて、入金部分だけ色をつける。入金部分だけ色をつけて出す。そんなイメージです。 ということで、え、こちら最後の4行分かったでしょうか繰り越しをした場合って、一部分から先ってもう出てきませんよね。えっ、ー、と、つえー、貴重しな、貴重しないせいでね、こっから先は全部まとめちゃいますよ、と。それされれば、振り込みの跡がわかんなくなっちゃうので、もうこれダメです。それが今回の絵の足となります。 レジュメこのまま一番下見てください登記申請日においてその口座に払い込み金額の残高計上していることを要するか読んでみてやってください払い込みがあったってことが分かればいいんです入金の事実が分かれば OK なんです入金したお金を持っておく それは要,求要件としていません。だから、発起説明の場合は、入金後に即使えるということにもなるんです。それが今回の尾の足ということになります。